虫とかゲットし貿易しないと回んないよ。あ、そうなの。なんか貿易さ、なんかそのアイテムをさ、え、売りに出してみたいな、その代わりにもらうみたいな。うん、お供を行かせて。あ、お供をは、あの、なんていうの、貿易に出すの。お供行ってらっしゃいって。そしたらお供がそのやってくるの。そうそうそう。え、お供のあれもやってる、あの、あ、なんかあの旅にタコって飛ばすやつやってる、うん、あ、そう、うんな感じ。ポイント払ってアイテム持ってきてくれる。あ、そうなの。絶対かわいい。貿易やってなかったの。貿易やんないとね、あの、残月団とか飲んなくなってくる。あの、あとその光る虫とか、あと光る虫欲しいんだよ。蜂蜜もね、足りなくなってくる。蜂蜜足りない。そうそうそう、あの、回復グレードみたいなの作る時。そう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 、蜂蜜全然ねえんだけど、めっちゃ持ってきてくれるよ、蜂蜜。本当に。あと、なんか装備行くときに最適な、あ、じゃあ何、最終するときに最適な装備とかあるから、そういうのもちょっと全部送るわ。それがあれば、だからうち着替えてるの毎回。あ、その敵の違う、あ、そう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 。だからその普通の敵倒すときと、ヌルハタタヒメみたいなの倒すときと、あとその採取、その具材足り、どうしても足りないときに、なんか取りに行くときに倍になるなんか装備みたいなのがあって、聞いて、あ、だからみんなそういうさ装備変えたりしてる。なんかだ、なんのなんかマイセットみたいなのさ、あ、そうそうそう、なんか変えたりしてんじゃん。そうだね。だからうちも今3つ使ってる。うん、じゃ強ければいいってことじゃない。あと装備とか武器によって使える弾も違うから。あ、そうなんだよね。そうそうそう。あ、いい、あの、うちが今多分、うちのやつ今多分ここからなんかその弾をね作ってやんなきゃいけないらしいんだけど、全然集まんなくてビビンしてから。だから止まってんだけど、多分装備的にもめっちゃ多分いいと思うから送るわ。真似しようかな。うん、とりあえずようわからんけど、とりあえず作れるやつ作って、なんかめっちゃレベル上げてって感じ。そうだね。でもそれが一番ベストだと思う。難しい、勝てへん。でもよく自力でやってるよ。でも前よりは多分ちゃんとできるんだけど、強いかどうかって言われたら、やりたいね。やりたい。なんでやろう。どこかで行かなきゃ一緒に。ね。本当おもろいわ。なんか素材集めを始めるとさ、なんか終われなくなって。わかるわかる。出てんだけどみたいな。このやつ出ねえんだけど。レアすぎて、このアイテム出ないとか。全然出ないよね。素材出ないとかさ。この間そのなんか強い武器作るために、なんか剥ぎ取りとかも 1% みたいな、剥ぎ取りで 1%、落とし物で 3% みたいな。なんだ、なんか名曲、なんかマガイマガとかなんかの玉、紫玉みたいな、うん、そう、全然出なくて。玉系マジでないよね。玉系出ない。引き締まってなって、もう一回行くかって。でもたまにさ、なんか集会所でさ、もうクエストやってる人のさやつでさ追加で行ったらさ、あ、そうなんできるんだ。あ、そうそうそう。したらさ、もうなんか倒す直前みたいな時とかだとさ、ラッキーって、ラッキーラッキーって、なんなら着いた瞬間にやられたりとかしてて、あ、急げ急げ。マジで。え、なんか。投げ取りそのさ、ネットでやったことはなくて、うんうん。すごい、そんなんなんだ。そうそうそう、めっちゃいいね。その集会所ってさ、自分がさ、その参加要請するとさ、次々人来てくれるじゃん。それの自分が参加する番みたいなやつで、それで最近ちょっとあの、ちょっとだけズルし、ズルズルじゃない。めっちゃいいね、それ。こんなのできるんだ。なんか直前だったらラッキー。めっちゃラッキーだね。あれ、てかあれ頼まなかったんだ、アナゴみたいな。あ、あれ、なんか頼むっつったよね。頼んだ。でも、はい、入ってなかった。頼む。うん。今、なんか今見ててさ、おい、ゆきゅう頼むっつったよね。確かに。ふわとろだよね。はい。アナゴ。これに。唐揚げ食べてみようかな。全部うまい。うん、おいしいわ。うん、回転寿司系で天ぷら食べるの好きなんだよね。うまいよ。こっちした中トロかと思った。中トロの炙りかと思ったよね。ええー、と思ったよ。ほかほかだ。トマト、いっ
本当アナゴ好きだね。アナゴ大好き。うわ最高最高すぎね。うまい。もう新宿だとは思えないね。スシローってなんかスシローとか回転寿司ってなんかそういう都内とかなんかこう駅近ってイメージあんまりないから、うん、いいんや、すぐ来れるんやね、あんなに。でも土日めっちゃ混みそうだね。うん、なんか平日にさちょっとね、お昼帯でこんぐらいだから、うん、そこそこ混んでるもん。悲しい。やりました。これあの今日初めて来ました。やるんだよな。そうやるから昨日もさ食べる撮影だったじゃん。昨日は白ダメだなと思ってちゃんと白じゃない服で来た。だから今日やるとはちょっと思ってない。でも今日は初めて来たけど、やっても大丈夫だよ。真っ黒だけど、うん、うちもね、だから白ちょっとね、着るの躊躇しちゃうんだよね。わかる、それはすごくわかる、ね、でも白ばっか買っちゃうんだよな。確かに、なんか淡いよね。うん、できた。ね。唐揚げ頼みは忘れてた。あ、そうか。リザークだ。最近お家でさ何してる？モンハン。同じだった。モンハン。と掃除。断捨離。この間さ電話した時さ。ちょっと断捨離始めてたじゃん、うん、あそこからまたさらに進化してて。そうだよ。あそこスタートだったの。あれは下駄箱を掃除したのよ、うんうん、もうなんかやる気入っちゃってその次の次の日ぐらいにクローゼットも掃除したの、もう、うん、捨てと実家郵送。やる気になれないんだよね。え、なんかゴッチさんの唐揚げです。なんかゴッチさんは胸肉がすごい柔らかくてなんか柔肉なんも見えんの。こっちかな。食べてみて。食べてみる。なんかすごいね、なんか柔らかい。肉はうまっ、うん、なんか唐揚げガンっていうのがなくて、うんうん、柔らかい、うん、ちょっとなんかどっちかというとナゲットみたいな感覚に近いかも。すごい柔らかいし、おいしい、うん、でもしっかり味付いてるの、うん、あたたた。これはマヨネーズつけてご飯で食べたいの。うわー完璧だよ。だいぶうまいよ。うまっ。軽い。ん？軽い。軽いよね。うん。